前回のカズクラ、どうやらカズクラ球体を作るみたい。そう、昨シーズンあった球体シリーズ、しかも今回は山にめり込むみたいだ。完全な一つを作るよりも難しいと言われている途中からの球体。確かにこれ難しい。計算して、なんとかできそう。パパ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 ッとやったけど、なんとこんなにもすごいものが。待て、まだまだ行くぞ建築。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。どうもです。あー、そんでそういえばなんかグッズ的ななんかあったね。よかったらよろしくお願いします。皆さんのところにありましたが、よかったらよろしくお願いします。ぜひわからない方のためにもコメントでまた教えてください。はい、というわけで、わーたかさん、なんでエリトラ使わないんですかとね、ちゃんと説明しておかないとね。エリトラ使うとさ、もう船とかトロッコの利用価値なくなっちゃうじゃん。もうエリトラ一本でいいじゃん。この馬さんの利用価値もなくなっちゃうじゃん。あ、ていうか乗ってねえな馬。申し訳ない。だからエリトラを使わないんです。まあもしかすると最後の方使うかもわからんけどね。使う予定ないんです。トロッコとかそっち楽しいでしょ。あ、ほんでそうださ、イノくんさん、ショートスリーパー28歳ということで、1時間歩かないかの生活です。昔は7時間寝てたけど、こういう体質になりました。聞きたいんだけど、超ショートスリーパー、まあ4時間起きる、まあ2時間3時間起きる人に聞きたい。日中眠たくならないんですか？また教えてください。集中力とか途切れなんですか？教えてください。ほんでちょ、これ長えなって、ちょっと最近になってちょっと分かってきたわ。長えわ、間違いなく長え。これ途中でカットしとくね。これ長くて邪魔だったよね。うん、邪魔だったと思う。さすがにチョキ。ちゃんと短くなってる？これチョキするともう途中から伸びなくなるからね。オッケー。はい、回転水爆突きつ、オーケー。ここもちょっと短くしようか。少しずつちゃんと調整してからね。ほら、オッケー。おー、なんかすっきりした。さあ、というわけで今日はスペシャル聖地編でございますね。これだ、ネザーラック。このネザーラックをただ敷き詰める、ただそれだけ。今日はただそれだけの回。ただ一つ約束する。すげえ気持ちいいぞと、すげえ気持ちいいよとみんなには約束する。さあ、というわけで今日はここでございます。ここをなんとかね、綺麗に、なんだろう、水を張りたいって。やっぱ水綺麗なんだよね。だから広くしたいなっていうことで、だから頑張っていこうと思う。というわけで行ってみましょう。水バケツチャレンジ、ヒュッ。うまい。あとはそこ深いから、ちょっと待てよ。あ、いいね。よーし、この勢いでちょっとまずは段差を作っていきましょう。高さが23か。いいね。ほいで、この高さでいいかな。ここはまあ適当に下まで埋めてまえばいいや。大変だぞ。今からこれをきれいに敷き詰めていくという、この作業たまらん。定置好きにはもうたまらん作業だわこれ。お金くださいってね。いや、払いますぐらいの作業を今私は、ね、自分やろうとしてる。これ長えな、長えなこれ。あ、これ長えかと思ったら違った。うわ、これはすごいブロック量を消費するぞ。ここまで要は水を将来的に張る、ね、今回張るとは言ってなくて将来的に張る。だからここまで一生懸命水を貯めないといけない。いや、ブロックを敷き詰めない、ブロックを敷き詰めないといけない。これは大変な作業になる。頑張ろう。ちょっと待て、湧き潰しの重要性を教えんとかんで、照明持ってきます。うわ、湧いてる。はい。うん、かわいもない。大変な事故につながるので、あ、もう湧いてらっしゃる先輩が。はい、大変な事故につながりますので、湧き潰しを、はい、やっていきましょう。ちゃんと湧き潰しをしないと事故につながるんです。あれ、これ意外と早く終わるのかな。まあ、とにかく頑張っていきましょうか。端っこから。おえー、ドキドキするぜ。下に商業席とかあったらサクッと割るからな。本当に
できた。はいや、こんでいいのこれ。わあ、第二の湖的には、いや、こんで足りてるか。あ、いいな。わ、いいね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 。あ、やば。あ、すご。次は水張りタイムということで、今日張る、もうこの床張りだけで終わろうと思ったけど、思った以上に早いから張っちゃうというわけで、これをただ全体に。おー、水が張られました。いいです。あとはこの床を剥がいていきます。ここまで埋めると大変だからもうやらんけど、いい感じじゃん。海や海。あ、ここぐらい埋めるか。あ、これどうなんだこれ。わーお、まあまあいいか。これはこれだけ気になるから、これだけ。はいはいはい。ほいでほいで、こうちょっと滝っぽく崩して、完成でございまーす。わ、イカも育てるわ。うわ、これはいいや。最高だわ。できたできた。地底湖完成。完成と言っていいんじゃないでしょうか。地底湖完成でございます。これで船で駆け抜けるのがより一層楽しく出来上がったんじゃないのかなと思われます。これめちゃくちゃ良くなったわ。これほんと、あ、すごいな。めちゃくちゃ良くなった。あ、すごい。あ、これまたちょっとどっかつなげよ。これ、あ、どっかつなげ。おー、やばい。大きな穴開けんとかも。というわけで、すごいと思ったらぜひ高評価お待ちしております。というわけで、またお会いいたしましょう。バイバーイ。